かつての花月園観光本社花月園観光株式会社は公営競技関係施設を管理運営する会社。本社は神奈川県横浜市中区桜木町に所在する。現在の社名はかつて運営していた花月園競輪場のバナと過去に手掛けていた観光事業から付けられたものである。神奈川県による 県営の競輪場計画に基づき、県が過月園遊園地の土地を買収し、そこに競輪場を建設して、管理運営を行うために設立された会社で、発足当時は神奈川県の第三セクターに近い形であった。2021年現在も神奈川県、横浜市、横須賀市が大株主に名を連ねている。会場に向けて、 神奈川競輪株式会社が仮設立され、競輪場の建設が行われることになったが、場内の土木整備を受け負った地元の松尾公務店が各種の保障交渉にも精力的に当たったことから、正式設立後は松尾公務店が経営の一部を担うことになった。この設立経緯により、下月園観光は競輪場の施設を中心に保有し、場内における土地の9割弱は、 神奈川県の管理下にあった。2008年4月に、過月園経林を主催する神奈川県経林組合と、開催業務などに関わる、利益確約型の包括受託契約を結んだが、急激な景気悪化による売上落ち込みの影響を受けて、県経林組合に対し5億円の損失を補填することになった。このことから2009年時点で、今後の契約更新について、 難色を示していたが、12月に、神奈川県競輪組合の花月園開催撤退を受け、2010年3月31日をもって、花月園競輪場を廃止し、中核事業にあたる、競輪場運営から撤退することを公表した。この直後、競輪場の土地の大半を所有する神奈川県に対し、借地権確認の訴訟を起こしたが、2011年4月に、 和解した。和解内容は、県が下月園観光に十0億円支払う代わりとして、下月園観光は、競輪場の土地施設すべてを県に、無償譲とし競輪場から退去することが主であったが、これにより下月園観光は、本来競輪場の土地をさら地として県に明け渡す、義務を免除される形になった。なお、下月園観光所有の土地施設のうち、 選手宿舎などは訴訟の対象から外されており、訴訟の和解が確実となった2011年3月から8月にかけて、相次いで関連会社の松尾公務店へ上渡している。近年は、競輪場外車券売場事業へ積極的に進出し、2008年には、場外の内音場を参加に収めており、今後も、場外施設の運営事業は継続する。 2013年には、ジョイホース浜松への経営参加とオートレース横浜の開設により、競輪以外の場外発売所施設運営事業にも進出した。2019年9月時点における株式の時価総額が上場廃止基準である10億円未満であることから、2019年11月1日に東京証券取引所第2部上場廃止となった。 以前は株式会社東京ドームが筆頭株主であり、下月園観光は同社の持分法的用関連会社となっていたが、東京ドームが2020年1月21日に実施した株式売却により、2021年現在は松尾公務店が筆頭株主となっている。過去には宿泊施設を中心とした観光事業や、 店舗経営やケータリングによる飲食事業なども行っていた。特に観光事業では、鎌倉に所有していたホテル、日本学生会館が知られており、学生向けの修学旅行を対象にするだけでなく、ユースホステルも併設していた。観光事業を呼び、飲食事業は2006年までにすべて撤退し、競輪場運営事業も2010年に撤退したことから、現在は、 場外売り場事業に専念している。かつて運営していた、加月園の名が入った、宿泊施設は、関連会社である、松尾公務店の子会社である、マンションビル管理の和共通商株式会社に、譲渡されている。また、かつて行っていたケータリングの拠点地であった、横浜市港南区の敷地を保有し続けていたが、2010年9月に、売却した。 ABCDEF2021 年3月9日、証券報告書過月園観光過月園、観光、2009年12月18日広告、過月園、観光、2011年4月5日広告過月園、観光、2011年3月15日広告、過月園、観光、2011年7月29日広告、 AB 当社株式の上場廃止の決定及び、整理銘柄への指定に関する、お知らせか月園、観光を2019年9月30日 AB、上場廃止等の決定、か月園観光、東京証券取引所。 https://www.jpx.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ1021スラッシュ 20190930-02.html ハット AB2020 年1月9日証券報告書東京ドーム下月園観光2009年12月2日広告下月園観光2011年11月7日広告 AB 加月園観光2013年2月21日広告加月園観光2015年1月30日広告加月園観光2015年6月26日広告ありがとうございます